デジタル化に対応する ST マイクロエレクトロニクスの車載用低消費電力プロテクションフィルター製品を紹介します。まずプロテクションフィルター製品の車載機器で求められる役割について 4点説明します。1点目は受動素子の集積です。 ST のフィルター製品はプロテクションダイオードの他に受動素子で構成されるフィルターも集積させることができます。これにより回路の基板占有面積を小さくすることができます。ここに書かれているように、例えばイーサネット用の ESD プロテクションとフィルターを集積した場合、ディスクリート構成から IC へ集積することで 70% の小型化が可能になります。2点目は回路構成の最適化です。ドライバーとMOSFETで構成されるゲート駆動回路に TVS ダイオードを2個を追加することによりスイッチングの高速化をするとともに消費電力の低減が可能になります。3点目は車載機器のサージ規格への適合です。 ST のプロテクションダイオードは車載機器で求められる ISO7637-2 などの主要なサージ規格に準拠しています。最後の4点目は信号品質の改善です。ST のフィルター製品には VG、WG、UG 型の3種類のフィルター特性があります。Wi-Fi、GSM、LTE からのノイズを除去して、USB などの高速インターフェースの信号品質を改善することができます。ST のプロテクションフィルター製品について紹介します。対象となる車載機器は、インフォテインメント、車内ネットワーク、コネクティビティ、ADAS など多岐にわたります。型番が ESD もしくは HSP で始まるものは高速データライン用の ESD プロテクションダイオードで、1素子、2素子、4素子品がラインナップされています。次に型番が ECMF で始まる製品は ESD プロテクションダイオードと作動ライン用のコモンモードフィルターを集積した製品で、高速データラインの ESD 保護とノイズ除去の機能をワンパッケージで提供します。続いて型番が ESD CAN および ESD LIN で始まる製品は素子数、ブレイクダウン電圧、短時間容量を CAN および LIN インターフェースに最適化した ESD プロテクションダイオードです。最後の BPF8089-01SC6Y は ST の GNSS トランシーバー向けのフロントエンド IC です。バンドパスフィルター、インピーダンス整合回路、ESD プロテクションダイオードから構成されています。次のスライドでは、CAN インターフェース用の ESD プロテクションダイオードのラインナップを説明します。短時間容量は30ピコファラットから3ピコファラットまでラインナップされ、既存の CAN から高速の CAN FD まで対応します。また、乗用車の 12V バッテリーだけでなく、トラックの 24V バッテリーによるジャンプスタートに対応する製品もあります。パッケージは小型の SOT323 で主要な車載サージ規格にも準拠しています。今回のデモでは実際にそのアプリケーションので使われる回路を実装した評価ボードを2つ展示しています。で左側はこちらの LIN通信用のトランシーバー IC と ESD 保護素子を実装したもので、右側のボードは今度は CAN 通信ですね、 CAN 用のトランシーバー IC と ESD 保護素子をそれぞれ実装したボードになります。でこちらのデモは擬似的なサージを引火してトランシーバー IC が ESD 保護素子によってきちんと保護されるといったところを表すデモになります。でこちらにスイッチがあるんですが、これを左に切り替えると DIN、右側に切り替えると CAN のそれぞれボードの動作に切り替わるようになっています。でこちらの CAN、右側の CAN のボードで、この今回のデモの動作、一連の動作というのを説明させていただきます。でまずこちらのリセットボタンを押して、今 LED が点滅しています。この状態というのは、この CAN の通信が正常に行われているという状態を表します。で、ここにこのボタンを押してあげると、擬似的なサージが、この CAN のラインに引火されるということを意味します。はい。点滅してたのが止まりました。点灯しました。で、これというのは、サージによって一瞬通信が止まった状態を指します。
で、まあ、そこからまもなく今また元の状態に戻って点滅をしてますけれども、これというのは ESD 保護措置によって、トランシーバー IC がサージから保護されたと、これでまた正常に動作を始めたと、そういった、状態を表します。